皆さんこんこにちは、ジーナでーすー今日はね今日はねえっ、ー、とまた遠くの話なんですけどそうあの、企画です特別企画の動画はもういよいよ1個できたのでそれはね来週にアップする予定なんでよかったら見ててくださいねで、ね、<laughs> まあ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 それはうんそれもさっておいて今日の話なんですけどねえっ、ー、とジーナが日本に来て日本についてのなんだろう 面白い情報というかなんかすごい何だろうねジナが今までしたことがないようなことについてそうちょっと話したいと思いますそうみんなもご存知ですかね <laughs>、まあ、今,今からね、あのー、ちょっとリストを作ってきたんだけどえっ、ー、と何かあったっけさあね10個、まあ、これ以上にいっぱいあるんだけどとりあえずとりあえずねあのこれをジナで、ね、調べてこれが一番なんかショック受けたというかすごいなと思って感動した。 ことなんでちょっと待ってその1その一いきますねその1 <laughs> 日本の電車はぴったりに発車することそう本当にぴったりまあもちろん事故とかがない限りねそうあれは本当にすごいと思いましたえっ、ー、と実はねその遅れの平均時間ってどれぐらいだと思いますじゃーん18秒だって18秒ないやん <laughs> す,ごすぎないですかそう本当にうう事な感動したでなんで感動したかってまあ,あの海外にいたことある方だったら多分分かってくれると思うんだけど海外で結構ね遅れたりするんですよね <laughs>、うん。まあヨーロッパはそこまでないかもしれないですけどあのまあメキシコとかになるとねあの地下鉄あるんですよね地下鉄。メキシコ全部電車走ってませんそう本当に行ったら多分びっくりすると思うんですけど全然電車ないんですよ。 あとは本当にあに、のー、タクシーと自分の車とかバスあと自転車なんだけど危ないそう <laughs> なんで本当に電車がないですごい広い国なのに何でないんだろうねって本当に不思議に思うんだけどまあ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 それはしよんで <laughs> とりあえず日本は本当にぴったりに発車することは本当にすごいそうそれが本当にパチ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 ,パチってことでそうすごいよ本当に。 あれは、そう。感動した。で、その、これの平均時間は18秒ってことは本当に知らなかったです。びっくりした。18秒。やばいよね。うん。まあ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 。とりあえず、それはその1ね。で、早速、もう10個までやるんだけど、ちょっとさっさっていくね。だいぶ3人ね。あの、3D プリンター。これ。みんなご存知ですよね。これ。これこれこれ。そう。あれはね、実は日本人の発明だったんだって。そう。 あれね、あの、アメリカ、アメリカは結局、その、まあ、発明したという、名前取っちゃったんだけど、名前とか、うん、発明を取っちゃったというか、そう。今日実は1981年になんか、ヒデオ・コタマさんっていう人が行って、その人が発明したんですよ。ただ、その研究がなんだろう、中途半端になって、いうか、最後までやりきらなかったみたいで、そこからフランス人が来て、まあ、来てというか、そのフランス人が取って、で、続けて、結局、最終的にアメリカ人が <laughs>、 その研究を完成してまあ水分にはとりあえずアメリカに発明されたとかっていうそういうのねクレジットがあるんですけど実は日本人だったんですすごないねで、ね、ちゃんとなんか最後までやりきればいいのになあと思ってせっかいねアメリカ人まあ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  <laughs> それはね <laughs> どこの国にもあると思いますそう今日びっくりしたすごいよねほんとにちょっと待ってとりあえずその3いきますねその3 えっと、アニメはそうアニメアニメねもちろん日本はもうアニメの文化がすごいなんだけどジーナが知らなかったのが世界でそういうなんかアニメーション系のアニメ <laughs> えっと日本がね約60%取ってるんですよすごくないだから日本のアニメは世界中でとりあえず60%幅そう全部取ってるっていうのはすごいと思いますそして そして、ね、日本国内だけで、えっと、130個あるんですよな、ね、声優学校。そう、130個 !130 個もいる。<laughs> すごいよね。130個って知らなかったそこまで。だって、あの、まあ、もちろん、その、声優に興味がある方しか調べないんじゃないかなと思って。すごいよね。やば。うん、それもびっくりした。 <laughs> ね、でも確かによくね、ちょっと今思い出したら、私も小さい時に本当に子供の頃、メキシコでね、あれ放送されてたのはあれだよ。ハム太郎。そう、ハム太郎。そう、これ。<laughs> めっちゃ可愛いハムスター。そう。それと、まあ、ポケモン、ポケモンはもちろんあったんだよね。ポケモンと、犬やしと、ドラゴンボール。そう、それぐらい。づいたらだってメキシコまで行ってるってことだよ。しかもスペイン語になってるんだよ。すごくないすごいよ、本当に。<laughs> そう。 びっくりした、そこは本命びっくりした。とりあえず、その4行きますね。そう、本当に今、さっさって、ちょっと付き合ってください。<laughs> 待って、待って、今、3つ言ったよね。そう、その4。そう、着物。そう着物大好き。本当に、ジーナは。今日、本当に知らなかったのよ。びっくりして、ちょっとショックを受けた。ほんまに、ちょっと待って、ちょっと待って。平安時代でもちろん、その着物がに人気になったっていうか、はやったっい。そう、だから、日本人の女性はもちろん、もう、ほぼほぼほぼ全員が、 着てたような、そう、すごく人気があって、ただね、それが17、18世紀ぐらいになってくると、その着物自体が作品だとして扱われてて、そう、本物の作品。だから、お家より高かった。一着。やばないすごいよ。そのそ作品として、そのすごく美しい着物になったから、お家より高くなったっていうのがすごいなと思って。 そしてまあもちろん今はそこまでじゃないんですけどねもちろんあのたた着る機会としてはもちろんそのなんだろうね結婚式とか卒業式とかも,もちろんその大事な日に結構すごく素敵なやつとか着たりするんだよねすごいよ着物の歴史というかすごいまあ絶対それ以上にもっと深いと思うんですけどねまたそれはちょっと今度調べてみようかなと思いますそうそうそうねとりあえずちょっと待ってよえー、っと1 2 3 4 5五そう 5個目東京はね世界一混んでるシュート人が多いシュートやばいよねたらめきくして負けた <laughs> いやーすごいでもさすがにねあの行くと本当にはっきり分かります人が多いよすごいねもう世界一そのタイトル取ってるのすごいよねそうそれもびっくりしたまあもちろん人が多いっていうのはもちろん認識してたけどそこまでと思ってそう あとねあとねこの次これね見つけたんですけどもうちょっと調べたいなと思ってあのー、待って <laughs> 1 2 3 4 5 6う6個目6個目待て待てあのー、日本で子供よりペットが多いって言われてるんだよそれみんなご存知ということはねちょっと調べたい調べたいあのー、ちゃんとした数字出したい子供よりペットが多いあでもまあでも ねちょっと正直これかが進んでる中まあありえるちありえるんですけどそれもちょっとショック受けたやばいちょっとちょっと数字調べますねそうほんまにびっくりしたなまあ、と,とりあですねその次いきますねあと日本のまあもちろん島国だよねでも日本の六十九パーセントが海海じゃない全員マグロ呼び出るちょ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 日本の六十九パーセントが森 そう、森森なんですよだから緑が多いってことだよねそうすごいよ本当に大自然の中にみんなこう共に暮らしていてるっていうことなんですごいよそうだってジーナはね思ったんだけどもちろん日本でこういう森はもちろん多いなと思って山とかねただ69%まで行くっていうのは知らなかったんですよだたらわずかな約30%が森じゃないやばっね そうそうできますなんかすごいすごいねえまあ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 、まあ、そうそれもびっくりしたそうとりあえずその次行きますねこれ本当に気にのしてちょっと早速行きたいなと思ってあの和歌山県そう和歌山県にあのな,なにサミっていうところにあの海の中にポストがあるってはポストあるの <laughs> ということどうすんの <laughs> 海の中にポスト入れてどうすんの <laughs> すごいよね ちょっと見に行きたい海の中にポストがあってしかもその1999年から使われ始めてというかそ,うそのポストで約、えーとまあ、何万件の,その手紙とかはそこに入れられたことがあるらしくてそして2002年になんかギネスレコードを取ってるんだってすごいよそれちょっとね生で見たいそう海の中にポストすごいなよう思いついたな <laughs> すごい本当にびっくりしたそれちょっとちょっとね和歌山はねもちろん 近いしね大阪からちょっとぜひぜひちょっと冒険しに行きますね。うんうん、で待ってさあ次えっ、ー、とそう天皇陛下そ,うそれ知らなかったもん,なんかもっとヨーロッパにもいたんかなと思って今日実は今で、ね、今あの先生会の中でとりあえず天皇陛下がまだいる国は日本だけそう天皇陛下だからあの王様とかじゃなくて天皇陛下。 すごいよね日本だけまあそこまで何て言うんですかねあのその、まあ、文化もその文化なんだけどすごいよねなんかあのその力はそこまで持たないんだけどすごく国民の皆さんからそのすごく関心関心というかそすごく好きなんでそれもすごく素敵だと思います本当にけどすごいねどどんな時で消えちゃったのかなってちょっと気になりましたけどそれを読んで。 びっくりしたすごいよね本当にすごいねそれも感心したそう <laughs> ねとりあえずね最後最後これはね本当にびっくりした、まあ、全部びっくりしてんだけどこれは特にびっくりした天ぷらそう天ぷらめっちゃめちゃ好きなんですよジーナはあのー、特にレンコンとさつまいもとごぼうそうごぼう天ぷらめっちゃ好きとあかぼちゃ かぼちゃが美味しいそうあれ本当にめちゃくちゃ好きなんですけど天ぷらってポルトガルから来たということが本当にびっくりした <laughs> えへえと思ってだって私たちあの外国人って本当にその天ぷらがあの日本が作ったご飯 <laughs> そう。だってずっと思っててそうそれ本当にびっくりした結局1543年に初めてこう外国人が来たのが、まあ、その1543年に。 でその外国人たちはポルトガルそうポルトガル人であのそこでもちろんあの日本と海外の取引がそこへ始まったらしくてそうあのいろんなものとか販売したりとか没々交換とか、まあ、まあまあいろいろあったんですねその取引でそこでポルトガル人が日本人に天ぷらを紹介したすごくないなんかポルトガルでもちろんあのそのクリスト教とかカトリック教確かに強いはずなんですね で、あの、ポルトガル語でテンポーラって、まあもともとその名前なんですね、テンポーラ。で、意味としては、確かに言われたら、ジェネもわかる、あの、ラテン語がベースなんで、スペイン語も一緒。で、あの、その季節っていう意味なんですね。なんか、あの、向こうでは、いろんなこう、教会とかの祭りとかに合わせて、その、まあもちろん習慣に合わせて、お肉食べれなかった時に、野菜食べてたんですよ。野菜と魚。 なんであのどうやって食べてたのかってこう小麦粉つけて揚げてたんですよそうそれをあのポルトガル人が日本人に紹介してそして日本のなんだろうめちゃくちゃ美味しい食べ物の一つになったわけですねやばびっくりしたみんなみんな全部してましたそれぜひぜひコメントのところに書いてくださいこれ以上にしてるやつとかも本当に書いて書いて書いてすごく気になりますすごいよね なんかなんかなんかもう昨日ずっと食だらけだったもうこれずっと読んでやばいよねと思ってそうすごい素晴らしいまあこれ以上にもちろんいっぱいあるんですけどねこれ以上に次男もずっと喋ってたら多分もう30分40分の動画になるんじゃないかと思ってそれはちょっとやばい <laughs> とりあえず今日はねこの軽く熟にまとめてみましたそして明日はまあせっかくなんでね <laughs> せっかくうんうんうんとりあえず次男も知らなかったメキシコのそう 知らなかったこと、その10個。そう、ほんまにそれも知らなかったんだよね。メキシコ人なのに何してんねんって思った <laughs> すごいんですよ。だからそれはもちろん明日の動画なんで、またよかったら見ててください。本当に面白い。多分本当にもう自分のソースを超えると思います。ただ、ジーナのソースを超えましたもん。っやばっ。すごいよ。そう、本当にこういうので知ると、すごいなんか楽しみがあるっていうか。うん、なんで皆さんぜひぜひコメントのとこに入れてください。なんか、 で自分が発見したこととか、あのー、なんだろう、日本について何かシェアしたいこととか、本当に書いてください。で、で、明日は、そう言ってたのが、あの、メキシコの、そう、知らなかったです、15 <laughs> そう、あれ、まあ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 、またまた、見ててくださいってことで、そう。そして、あのー、また、ジナの冒険は、さら来週にアップする予定なんで、またそれを見ててください。で、あのー、特別企画の、そう、この動画で、その動画の中に出てた、まあ、5個、そう。 ま、その5つの中の1つが <laughs>、とりあえずいよいよいけたんで、あの、どれか言わないけど、ま、とりあえずそれも楽しみということで <laughs>、また来週も見ててくださいね <laughs>。では、皆さん、全部、皆さんのコメントお待ちしておりますので、よかったら書いててくださいね <laughs>。では、では、皆さん、じゃあねーバイバイいろいろちょっと派遣しに行きましょう。うふふ。OK。じゃあねみんなバイバーイ